キャプテン翼キャプテン翼の登場人物キャプテン翼の登場人物では高橋洋一の漫画キャプテン翼および同作を原作としたアニメゲームの登場人物について解説するゲームのみに登場する人物およびゲームの説明はキャプテン翼を参照担当声優はアニメ版第1作第2作 J 第3作第4作の順 タイは声付きで登場していないことを示す。四月駅前に設置されている、案内看板。キャプテン翼の主要人物が描かれている。南区中学校四月駅前、ポケットパークに設置されている、石崎亮のブロンズ像。大友中学校その他以下、在籍校は、中学生編基準。東方学園中東部フラの中学校名は東。 中学校武蔵中学校花は中学校南場、中学校東第一中学校南宇は、中学校平戸中学校全日本ユースリアルジャパン11ワールドユース編の代表監督、鴨子が集めた選手たち、ワールドユース編でリアルジャパン7として初登場。浦部曰く鴨の監督の地獄の特訓に最後まで耐え抜いたのが、この7人しかいなかったとのことだったが、 ゴールデン -23 でリアルジャパン11の存在があらわになり、脱退した4人が登場する。リアルジャパン7登場当初、間の全日本ユースとかノが称していたが、その実態は全日本ユースの成長のためのバックアップチームであった。浦部と日野以外は年齢制限からもともと全日本ユースへの参加資格を持っていない。なお、 参加資格のある二人は全日本ユースへの加入も構想に入れられていたが実際に加入したのは本戦からの追加招集であるラ部のみで日の和母国であるウルグアイユースに加入した元メンバー J リーガータイウズベキスタンサウジアラビア中国韓国オーストラリアナイジェリアメキシコアメリカ合衆国ウルグアイアルゼンチンブラジルサルバディドイツ フランス、イタリア、イングランド、オランダ、スウェーデン、ポルトガル、スペイン、デンマーク、ツバサの関係者、葛飾郵便局、前に設置されている、中澤・サナエのブロンズ像。日向の関係者、三崎の関係者、南クズ SC、南クズ中学校関係者、日本サッカー、協会関係者、その他監督、コーチ、その他。ありがとうございます。